こしょこしょこしょりんこ。皆さんこんばんは、元男の子の青木かのんです。本日は私の股間がクソいっていうことと、あとは生理用ナプキン普段つけてますよの2本立てお話ししていきます。初見の方からしたら私のこの冒頭を見た瞬間にヤバいやつだと認定されるわけですよ。なので念のため説明しておきますと、私は元男性です。4年前に性転換手術を受けて、おちんちんを取った後に腸とかあるじゃないですか、人間って。その腸を切り取って、その一部分を再利用して女性器を作るわけですよ。女性器の穴ってありますよね、それに再利用してるわけで、勘のいい視聴者さんからは、腸を再利用してるってことは匂いとかやばいんじゃないのみたいなこと言われるわけですよ。本日はその部分に焦点を当ててお話ししていきます。で、補足的にその生理用ナプキン使ってるっての話していくんで、早速行ってみよう。早速行きましょう。早速行きましょう。その股間が臭いっていうことなんですけども、手術の方式によって全然変わってくるんですよ。で、私は臭い方式を取った人間なんですね。一つ目、反転法っていう手術があります。で、そっちは私はしてなくて、私は2番目のこの S 字結腸法っていうものなんですよ。だから、腸っていう文字が入ってる時点で察したと思うんですけども、臭いんですよね。で、反転法、じゃあどうやって手術をするかっていうと、おちんちんをひっくり返してなんか再利用するんですよ。膣の中がどっちかっていうとその皮膚みたいな。より女性らしい膣を再現するのであれば、反転法ではなくて S 字結腸法の方がいいよねっていうことなんですよ。だって中身女性と同じ粘膜で作ってるわけですから気づかないんですよ。本当にびっくりされると思うんですけども、営みしても気づかれることがまあほぼないっていうぐらい再現度が高くて、だそれに伴ってデメリットが臭いっていうことなんですけども、だそれがずっと続くかって言ったらそういうわけじゃないんですよ。あります？さっき腸の話が出たところで、この生理の話がリンクするんですけども、常に膣の中が私たち S 字結腸をした人たちは濡れてます。女性の場合でも濡れてると思うんですけども、その分泌度が全然違うんですよ。でもね、それがねいいのか悪いのか分かんないんですけども、営みするとやっぱり女性はそのローションなしでもうまく潤滑するように濡れるわけじゃないですか。でもね、私たちみたいな人はね常に濡れてんのに、ここぞっていうところではあんまり濡れが足りないみたいな。結局最初に膣の中にローションみたいのを仕込んどくわけですよね。それで男性と営みした時にちゃんと潤滑できてるんじゃんっていうカモフラージュをかけてるわけですよ。あ、そこもデメリットだな、やっぱり。なんか今日すごい目がシパシパするんですけども、何なんですかね。花粉の影響だと思います。確かにその濡れるっていうのはもうずっと多分続いていくもんだと思うんですよ。匂いについてですが、手術してから約1年間ぐらいがきついって言われてます。その腸の名残がずっと出てきますからね、それはもう仕方ないと思うんですけども、それ以降は気にならなくなります。だってどっちにしろ手術してから1年間って営みしないんじゃないですか。人によると思うんですけども、やっぱり手術で膣を作ってるわけなんで安定してないわけですよ。ピアスの穴と一緒なんで、だからそんなすぐに営みするわけじゃないんで、好きな人に臭い匂いを嗅がれることはないですよ。だってあの時やばかったもん。普通にしゃがんでるのに、なんか匂いがプーンってなんか来るんですよ。あれ、なんか周りの人に匂い嗅がれてないみたいな感じで常に思ってました。で、私はずっと自分のこの辺にブーって消臭スプレーかけたりとか、まあ、そういうことをしてましたね。大変でしたよ。ダメだ、なんか本当にもう目がシパシパする。最初の頃はやっぱ嬉しかったですね。常に分泌液が出ちゃうのはまあデメリットだと思うんですけども、やっぱり女性に憧れてたんで、生理を疑似体験できるみたいな、一回ぐらいは女性の生理体験してみたいですけどね。今回私の股間の匂い事情と、あと生理用ナプキンのことについてお話をしました。正直ちょっとね不安なんですけどね。 YouTuber 股間何臭いのみたいな感じで思われても嫌だから、今はそんなことないですよ。今はもう普通です。ダメだな、これもネタとして扱われるな。もしこの動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。 Twitter、Instagram、 そしてサブチャンネル青木かのんの秘密箱も画面の下に貼ってありますので、ぜひチャンネル登録してね。また次の動画でお会いしましょう。すごいびっくりしたことがあって、私がすごい尊敬する椿彩菜さん、
元男性なんですけども、私は中学校の時に綾菜さんの本読んで、よし女になろうって決意したぐらいの本当に尊敬に値する椿綾菜さんっていう方がいて、タレントの方なんですけども、 YouTube チャンネルを開設されたんですよ。いやもう嬉しくて、まさか綾菜さんを YouTube で見れることになるとは。早速私もチャンネル登録したんですけど、まだ動画出てないみたいで、なんかニコ生のそのアーカイブとかいろんなのもそういうのも投稿していくみたいな感じのツイートをされてたんで、よかったら皆さんぜひ見てみてください。本当綾菜さんがいなかったら私は今女として生きてるのかなっていうぐらいもうリスペクトしてて、私男子校出身ですっていう本を出されてたんですよ。で、その中になんか自分と重なることがすごいあって、当時普通の私は思春期真っ盛りの野球部員、中学校2年生だったんですけどね、あれって俺となんか重なるみたいな、まあそれまでも私もすごいモヤモヤしてた部分があったんで、なんとなく察してはいたんですけども、その綾菜さんの本を読んでなんか確信につながったみたいな。でその本を持って私は面接行ったんですよ。綾菜さんが働いていた飲み屋があって、そこに何だろう、弟子入りっていうまではいかないけども、そこで働いて綾菜さんと同じ空気を吸いたいみたいな。そう、綾菜さんはクラブモリーってところの飲み屋で働いてたんですよ、ニューハーフバー でそこで私も3ヶ月間くらいですぐ脱落しましたけどね、働きましたよ。青木かのんっていう名前はその椿綾菜さんの名前をつけた東条美穂ママがつけてくれたんですよ。だから私と綾菜さんはある意味なんか姉妹なんじゃないのみたいな、いやそんなことないですけども、でも名付け親一緒なんですよ。美穂ママっていう方が私の名前つけてくれたし、綾菜さんの名前もつけたんですよ。もうほんとびっくりして、でそうクラブメモリー辞めた半年後ぐらいに、私は美穂ママに呼ばれて、かの、あやなの誕生日をなんか新宿でするから、あなたも来るって言われて、そこで私はあやなさんに初めてお会いすることができたんですよ。もう本当にね、嬉しくて、もう泣きましたよ。もう、本当に、そのリスペクトの値はもうずっと変わんないですね。もう死ぬまで私はリスペクトすると思います。っていう感じです。皆さんぜひ、あやなさんのチャンネルも登録してねー。ね、いつかコラボできればいいんですけどね。ただね、綾菜さんはもう本当に元男の子というか、そういうのをもう一切売りにしてない方で、本当正統派な女性タレントってなってるから、なんか私は絡んだら絡めるかどうかもわかんない、なんかねこんなこと言ってるんですけど、絡んだらなんか綾菜さんのブランディングに迷惑かけちゃうんじゃないかなって思ったりもしてるんですよ、実はね。なら綾菜さんとねコラボできるかどうかちょっとわかんないけども、ずっと綾菜さん動画を私は見ていきますよっていう感じです。埋もれてゆく夜空の下。